はい、餃子といえばいい感じの上に料理プレートを乗せて焼きますね。まずしっかりと油を引きます。しっかり鉄板をぬくめましたら餃子を焼きますよ。はい、乗せ終わりました。まず片面をしっかりきつね色がつくまで焼きます。でもいい音してますでしょ。はい、どうかな。あ、ご覧の感じで焼きました。店長の好みはこうして餃子を両面きつね色に焼いてからお水を入れて蒸します。はい、両面こんがりと焼けましたかな。はい、大体こういう感じでしっかりと両面を焼きますよ。あら、表も裏もこういう感じで焼くのが大好きなんです。この中にはお水と薄力粉が入っています。こうして混ぜると薄力粉の関係で白く濁ったような水になります。これが表面をパリパリっと焼くコツなんですね。しっかり温まった餃子の上に今の薄力粉を混ぜた水を入れます。はい、蓋をします。これなんです。木の蓋は水分を十分に吸い取ってくれるから、あれだけ水を入れても中で十分にふっくらと蒸してくれますよ。ガラス蓋よりも木の蓋。あれ、これって日本人の知恵なんですね。では餃子を開けてみますよ。蓋を開けてみますよ。はい、ご覧の状態で出来上がりました。実はこれ見えますでしょうか。グツ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 、これは水分でなくて餃子から出た油なんです。こんなにも油って出るんですよ。そりゃそうですね。餃子って豚肉から作ってますから、こうして料理プレートで焼くと餃子からもこれだけの油が落ちます。でも味はすごくまろやかで美味しく、いや、焼けてます。なぜならフライパンのように美味しさが逃げないからです。水をたくさん入れすぎると水の中に美味しさが逃げますけど、この料理プレートで焼くと美味しさが逃げないから、本当の餃子の美味しさを楽しむことができますね。